はい。えー、アンケートありがとうございます。2016年4月4日17時55分13秒。リュウジさん。吉田社長に聞いてみたいこと。書籍に書かれている内容を実践していく方法。ということでいただいたんですけれども。うーん。まあ、そのままやっていただければいいのかなとは思うんですけど、それ以外なんかあるかな。 まあ、結論ですね、書籍に書いてある内容に関してはそのままやっていただいて、え分かんないことがあれば、あのまあ、ご相談いただければいいのかなっていうところですね。であとは、まあえーと、動画も100時間ついてますので、まあ、そちら見ていただければ、また、なんだろうな。う 本に書かれている内容もさらにその詳しくわかるんじゃないかなと思います。うんまあ、本に書いてある内容っていうのはあの、まあ、限界があって10年分を全部書くってなると。で、まあ、実際にその本を本の内容をもっと書いてたんですけどちょっと多すぎるっていうことで 削った部分もあるんですね、うん、正直ちょっと書ききれないと、うん。だから全部を書いてくってなると大変というかまああれぐらいの厚さになっちゃったんですけどまだまだ書こうと思えば書けるんですけどもまあ,あの動画見ていただければなと100時間もあるんで、うんはい、実践していく方法まああとはまあマインドセットじゃないですかね。うん 実践していく方法っていうよりかはやるかやらないかなのでマインドセットだと思います実践して実践する方法はもう書籍に載ってますのであとはそれをやるかやらないかじゃあやれない理由っていうのは多分マインドセットだと思うのでうんマインドですかねはい実践していく方法というかマインドだと思いますうん自分がやっぱどれぐらいお金稼ぎたいのかとか何がしたいのかっていうのを明確にする必要がありますね うん、だからネットビジネスでどれぐらいお金稼ぎたいのっていうところでじゃあそのいくら稼ぎたいのかそしてその稼いだお金で何をしたいのか自分は何を成し遂げたいのかっていうところが明確じゃないとやっぱできないですよねぼんやりしてると全然できないんで、うん、そこをまず決めてほしいかなといくら稼ぎたいのかでいく、えー、その目標金額に対してどれぐらいのことをやればいいのかっていうのは 本見ていただければある程度理解できると思いますし、まああとは、まあ動画も100時間あるんでそれ見ていただければなと思います。はい、えー、アンケートありがとうございました。